MG 小太郎とエール正の笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日も、はい、最近のネタの宝庫のきつい小太郎先生のですね3秒でハッピーになる名言すら3秒で秒でハッピーになる超名言100っていう本がですね、はいはい、ネタが100個載ってるんですね。しかもよりすぐりのね、よりすぐりのネタがですね、はい、100個載ってるので、グリーンズもですね、はい、困った時はこれを喋ればいい。最近割と出てくる回数が多いのは困ってるとかじゃないかけど、でも素晴らしい話が多いですからね。やっぱり今聞いてもやっぱり、うん、だって家から出てないからね。まあまあ、家から出てないから、ね、そんなに新しいことって出来事がね、ないんですかね。でもその分食べてるだけですから、食べてるだけで草餅の味。まあでも今やっぱり改めて聞くっていうのも一つなんか意味があるんでしょうね、うん、そこを、うん、で気にこの、あ、この本読んでみたいなと思った人はね買ってほしいね、ぜひね、うん、そうですね、うん、あとは常に手に取ってる人も改めて読んでみるっていう機会にもね、うん、はい、でこれをこのね中でそのマーフィーの法則っていう有名な法則があるんですよ。はい、もともとはその、はい、航空機研究所のエドワード・マーフィーさんっていう人がね、その1949年、だいぶ前ですね、その、はい、ふと漏らした言葉の失敗する可能性のあることは必ず失敗するっていう言葉を漏らしてですね、はい、そういう、うん、なんか何気なくその、うん、事実かどうか置いといて、さまざまな人たちがその経験則でそういうのあるよねっていうのがマーフィーの法則という名のもとにですね、はい、うん、例えばその列並んでても、あ、あっちの方が早くなりそうって言って列を変わると必ず変わった列の方が早く行くとかね、 ありますね。そういうスーパーとかでね、うん、うん、そういう経験則に、ま、基づく法則でね、でそのマーフィーの法則を丸々一つの原稿でね、取り上げた、この本で一つ取り上げたんだけど、はい、俺好きなのがね、はいはい、机のお茶はいつも重要な方に向かってこぼれるっていうマーフィーの言葉あるんだけど確かにね、水とかもそうですよね。 なぜか分かんないけど机のお茶はなぜかいつも重要な書類の方に向かってこぼれていくっていうね。なるほど、うん、法則ですね。あるわけ、はい、で例えば、うん、探してないものは必ず見つかる法則ね。あそうですね、確かに不思議ですよね。あとは、うん、俺好きなのはね、人生で楽しいことは、はい、違法であるか反道徳的であるか太りやすいってやつがあるっけ。あそっかなるほどね、すごいついてますね本質を。本質ついてるでしょ、これ。本質ついてる。本質ついてるでしょ。ああ、本当だ。本当ですね。あとはさ、はい、作業場で物を落とすと、最も手が届きにくい隅っこに転がり込むの法則っていうのがある、ね。いや、そうだ。なんですかね、あれ。どういう軌道を描いたらなるんですかね。うん。確かに。あるよね。あとはね、ちょっと届かないとことかね。うん、そう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 、うん、ギリギリ伸ばして届かないところにあるよね。そうなんですよ、不思議ですよね。ギリギリ伸ば、そう、うん、ギリギリ伸ばして届かないところにあるよね。で道具とか使って遠ざかったりしちゃったりしてね、うん、なんか、うん、はい、ちなみに作詞家のね秋元康さんは、成功とは手を伸ばした3センチ先にある、はい、みたいなこと言ってるよね。あそっか、あともう一歩みたいな、ね、うん、そう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 、うん、もう一歩。あとは、うん、落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率はカーペットの値段に比例するっていうねそうなんだ法則。高いカーペットの時ほどバター塗った面が下に落ちちゃう、ね、なるほどね、うん、不思議ですね。どうでもいいやつは意外と大丈夫だったみたいな、でもカーペットが高いやつだとなぜか下に方に落ちちゃ う, っていう、ね、そっか、洋服とかでもありますもんね、そういう、ね、そう
高い T シャツを着た時ほどシミがつくっていうのあるよね。そう、ありますね、うん、大事にしてればしてるほどね、うん、いや、なんか面白い、なんかあとは身にマーフィーのことばかり面白いですよ。面白い、思い当たることばかり、うん、俺のマーフィーの法則もあるわけ。俺のマーフィー、俺の経験則なるほど、はいはい、出張先で買った妻へのお土産は必ず口に合わないっていう法則。翡翠の法則。俺もそうそう、翡翠の法則。出張先で買った妻へのお土産は必ず口に合わずに叱られるっていう。なるほど。法則。なんかサラリーマン川柳的な感じのもの。これ、ね、今んところ 100% なのね。ほぼ 100%。なるほど。なかなか 100% の法則ないですかね、世の中にね。すごい法則ですね、それは。すごい法則でしょ。すごい。すごいな、はい、あとはね、はい、あのどうでもいい日に絶好調になるっていう法則。一番今見てほしい時、どうでもいい日に絶好調になっちゃ う, っていう法則。一番今人見てほしい時誰もいないってことですね。そうそうそう、とかね、家の中とかそういうことですね。まあよくあるのは洗車し始めると雨が降るの法則ですね。ああ、それも確かにあるな、うん、確かに。機械が故障して動かないことを誰かに証明しようとすると機械が動き出すの。なんですよね、ここ調子悪いって聞いたらいいじゃんみたいなね、うん、なんか嘘ついたみたいになりますもんね。そう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 、確かに。急いでる時ほど渋滞に巻き込まれるの法則もあるしね。うん、本当ですね、うん、確かに。ビデオに撮ってまで見たいと思った番組は必ず野球中継が延長するの法則。そうですね、今昔だったらよく延長しましたからね。うん、ね、いろんなマーフィーの法則あるよ。いや、ありますね、うん、あと母親はこんな日もあるさと教えてくれたけどこんなにたくさんあるとは聞いてないの法則もあるね。まさかね、うん、本当にちょっと多いなっていうね、ちょっと思った以上にあるなっていうね、うん、確かに。いや、面白いね、本当みんなのマーフィーの法則をね、持ち寄るとね、いろいろあると思うけどね。確かにあるある的なね、うん、感じで、うん、いろんな ね、うん、まさくんの今浮かぶマーフィーの法則ある？まあ、これちょ陽次郎的なあれなんですけど、うんうん、トイレをシーツを変えた直後にうんちするとかってたまにあるんですよ、うん、今変えたばっかなのにっていう、うん、ありそう、うん、なんか絶妙なタイミングでねとかはありそう、うん、きれいにしたばっか、まあ、いわゆる雨、洗車しとして雨が降る的な話なんでしょうけど、うん、ありそう、うん、ありそう、そういうのはあるかな、うんうん、あとね、はい、分かったような分からないようなと言っている人は分かってないの法則もあるね。分かったような分からないようなと言ってる人は分かってないの法則。そうですね、うん、そうですね。なんか気使ってますもんね絶対、うん、うん、確かにそういうのあるよ。ああ、その系列言うと、うんうん、誤解を恐れずに言うとっていうのはめっちゃ誤解を恐れてるとかっていうのは、ああ、なるほどね、そうだね、うん、誤解を恐れずに言うとって言ってる人は誤解を恐れてるの法則あるね、うん、あるね、あるあるある、うん、誤解されたくなくていい、ある、ね、ある、うん、ある、うん、あとアメリカ映画はいつも全米ナンバーワンの法則もある。確かに何かしらのねナンバーワン取ってますよね。あれどういう系統なんですかね、まあ、うん、どういうランキングなんだろうと思っちゃいますよね、うん、いや面白いですねこれ、うん、あと社会人編のマーフィーの法則で、うん、無理をするなという上司ほど無理をさせてくるの法則。確かに。なんかこうちょっとね、こう優しくしてる感じがありますけど頑張れよってことだったりします、うんうん、これ面白いですねこれ結構。そうそうそう、うん、いいっすね、うん、なんか募集してみたくなりますね、こういうのあるとか ね、うん、ね、もしあれば、ね、教えてほしいなと思って、ね、マーフィーすごいな、うん、ま、マーフィーの法則いろいろあるよ、うん、街中で可愛い女の子が声をかけてきたら宗教の勧誘であるっていう法則、はい、悲しい話です ね、ちょっと気持ちが舞い上がってね、 ありますね、うん、確かにいろんなのあるよ、うん、
ありますね。いろんなのある。うん、あと目の前10メートルぐらい離れた人が手振ってるときは大体自分の後ろの人とかね。あああるね、あるある。恥ずかしい話すごい恥ずかしい話です。俺さ、それで思い出したんだけど、はい、その、はいはい、北海道のね、はい、イベントに呼んでくれたときに、はい、呼んでもらったときにね、はいはい、呼んでくれたときに、はい、すっごい主催者さんが手を振ってるわけ、うん、おはいはい、俺が行ったら大歓迎な感じ、うん、俺行ったらすっごい手振ってくれてて、で、はい、すごい手振って、まあ、だいぶ先で、はい、飛行場から出て出るところ、はい、歩いてるところに出口のところに待ってる人がもうすごい手振ってくれてるわけ、はいはい、で俺に手を振ってるんだけど、何を間違ったか、はい、俺の後ろがの人が手を振り始めちゃって、すごい逆のパターンか、逆のパターンか。なるほど、それすごい気まずいですね。自分と勘違いしちゃったらしくて。なるほど、なんか俺に手振ってくれてたんだけど、俺手振らなかったら、はいはい、後ろの人がすっごい手振り始めちゃって、なるほど、なんか俺も、ね、もう手振れなくなっちゃったみたいなことあって、ね、それ出づらいっすね、しかも辛いな、それ、うん、なるほど、そのパターンもあるんだね。そのパターンいろんなね、面白いですね。いろんなのあるよ。いや、街中にあふれますね、マーフィーの法則。マーフィーのね、面白い。そのね、はい、感動的な、ドラマの感動的なシーンに限って臨時ニュースが入るの法則もありますね。あ、悲しい、うん、なんかね、一番いいとこでね、うん、ありますね。確かに。あとアメリカ映画とかドラマは大体なぜかヒロインとヒロ結ばれちゃうとかありますよね。うん、うん、いろんな法則が急にキスして終わるみたいなね。うん、あ、急にどうだった、いつからその関係になったのみたいなとかね。うん、あるね、うん、あるあるですね、うん、ちょっとあるあるですね。怒るぞって言った時はもう怒っているの法則もあるね。そうですね、確かに。怒るぞも予告してる時点でね、確かに怒るぞって言ったら怒っているの法則もあるしね。そうです、はい、あと その話で言ったら怒らないから話してって言うと大体怒られるパターン。あるね。怒らないから話してって言うときは怒られるの法則ある、ね、めっちゃ怒られますよね。結構怒られますよね。あるある、反動でショックですよね、それ。あるあるある、絶対怒られるね、うん、怒らないから話してみなさいって言われると、うん、数分後にめっちゃ怒られますね。うん、あとウェブサイトのよくある質問には必ず自分の知りたいことは載ってないの法則もあるね。あ、そうですね。あれ不思議ですよね、うん、確かに、なんでこの質問したんだろうと思うときありますもんね。どういう状況なんだろうってありますもんね。いろんなマーフィーの法則ね、面白いこれね、うん、いいですね、うん、止まらないですね。なんかマーフィンの法則だけでなんか一冊作りたくなっちゃうね。はい、いや本当に本当に結構ベストセラーになりそうですよ。なんかみんなの共感を呼びますよね。うん、いいっすね。みんなの、はい、あるある募集するとさ、はい、面白いかもしれないね。コメント欄に書いてほしいね、みんなの。あ、ですね。あるあるをね。ぜひぜひ、うん。僕のあるある話しますみたいなね。うん、いいっすね。面白い。いや、ぜひ欲しいですね、それは。うん。うん、面白いよね。やってみてほしいね。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日の最後のですね、マーフィーの法則いきますね。最後のマーフィーの法則。はい。お願いします。風の強さは、その日、髪のセットに費やした努力に比例する。というわけでね、NG、NG 小太郎と。エールバサド笑う角にはグリーン、ありがとうございました。ありがとうございます。